前町の4番菊池翔を抑えて埼玉勢大畑斉藤と先頭2番手後ろを嫌って7番永井は中段の立ち回りで4番菊池翔と現在内外並走になっています。7番永井が4番菊池に蓋をする周回はバックストレッチ。2番大畑先頭で鐘が入りました。後ろは5番斉藤和信ここが無風で3番手外から踏み上げて7番永井気を踏み埼玉勢2番大畑がそれを突っ張りまして内では4番菊池かけるも抵抗の構え。埼玉の3番手は4番菊池ですが外並走から7番永井が叩いて先頭へ。7番永井1番久保田と中部近畿が先頭に2番手主導権ですが2コーナーまくり上げる4番菊池かけるの後ろは3番赤塚が離れます。4番菊池が短期まくりを決めて最終バックを通過しました。その後7番永井の後ろから1番久保田が切り替え気味ですがここもなかなか前に出られずにいて2番の大畑がその後4番手直線に入りました。先頭は突き抜けて4番菊池かけるリード4写真2番手は1番久保田陽介が上がった菊池かける降臨2着は1番久保田陽介3着は3人広がっています。